まずあの、ジャンクボーイズとは一体何ぞやということでですね。え、そのあたりを、え、この番組がどういうものなのかってことも含めて皆さんにご紹介していければと思っております。なるほど。はい、先生。はい。ジャンクボーイズって何なんでしょうかうわーいきなりかよ基本です今自分でジャンクボーイズメンバーって言ってて、何も知らないすかそうです、そうです。お願いします。ダメゃめだもん。先生。はい。じゃそういうことで、紹介していきましょう。はいはい。よく聞いているんだよ。はい。はい。なんだこれ。なんだこれ。え、ジャンクボーイズとは、いきますよ。はい。 はい。こちら、あの、南春香先生がイラストを描いていただいているんですけれども、うん、はい、こちらを、あ、中心に、え、今後ドラマ CD だとか、うん、今やってるこういうウェブラジオとか、はいはい。こう、いろんな形で展開していく、リスナー参加型のビッグプロジェクトということで、ああ<ー>。やらせていただくことになっております。なる,なるほど、なるほど。はい。で、先生、はい。あの、どのあたりが参加型なんですかね。これがですね、はい。いいところに気がつきましたよ。さすがですね。やった もうさすがパーソナリティのツボを心得して素晴らしい <laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs> 実はですね僕たちが演じますキャラクターの名前こんなのもですね皆様からの投票で決定したんですよ、うん、あなるほどね、はい、投票でね あ、そうなんですか佐久間、つかさとかねはいはい、梶本、たかとかですねさっきちょっと伺ったんですけれども何やらこう、やっぱり名前はダントツでいろんな名前があった中でもダントツでこのね名前が強かったということでねいろんな方が見ていただいている一番プッシュの名前になってねもう言いにくい名前だったらどうしようと思います例えばね、なんかね、ありますからね大変なのありますからね外国人みたいな名前とかね嫌ですね、カタカナでねよかったです、ありがとうございます さらにさらに今日はねたくさんご紹介しなきゃいけないんですけどもんか気づきませんあそうなんですよ平川先生私気が付いたんですけどね隣にねぽつんとすごく寂しそうに座ってる男の子がいるんですよそうなんですよよく考えてみるとキャラクターは3人いるわけですからねそうなんですよねここでやっぱり紹介しないといけないでしょう来ましたかついにい行きますよそこにぽつんと座っていらっしゃる 彼こそが、はは今もうすごい緊張してるみたいですけれども、皆様の投票で選ばれました、うん、主人公藤野智也役の後藤圭介くんでーすはい、ここくんかもはじめましてー 役の後藤圭介ですすすよろしししくおお願願いいまま君主役なんですけどもねものすごい数の中から選ばれた超シンデレラボーイということで何十万人何百万人何十万人いや何十万人かどうか分かないんですけどいや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 でもすごいアクセスがあったみたいでオーディションとかどうだったんです結構いやそうですねオーディション当日は結構僕自体はリラックスしていたんですけどいや受けた後が。 なんかいつもはなんか普通に事務所の電話待つって感じだったんですけど、なんか投票されてるゆえになんかどんな人が投票するんだろうみたいな感じで気になっちゃって、そうだよね。え公開オーディションって言っても、それ収録の仕方とかはどう？スタジオで、えっとスタジオにみんな集まって撮って、そうですね。こいつらみんな敵だって思いながら、思えましたそういう風に。怖いな。今日みんな敵だからねって言われてみんな負傷して。 そうです。ねさらっと言われても怖いけどね。あでも本当決まってよかったよね。はい本当に。そうそうね。CD ドラマもね早速撮らせていただきましたけどね。とてもこうカレなというね美味しい爽やかな。うんどうでした感想をやってみての。すごく汗をいっぱいかきました。初めてだったんでしょこのボーイズラブという作品に。本当に。 ななかかボーイズがうわーってすごいな、隣見るとすごい汗だくで、マイタオルでね、一緒りでやってて、本当ね、デビューしたての自分の姿を見るようですよ、僕も汗かきながら、もややっっててましたから本当にね、忘れてしまわないようにしないといけない姿、あの気持ち。 というわけで、ここでね、あの、我々さんに揃ったわけですから。はいはい。はい。もう、頑張っていきたいと思いますけれども。はい。はい。あでも僕、質問あるんですけど。なんだろうなんでつけたような顔んだろうなんだろう今、やろうかなと思ったんですけど、でも、あれ実際、何やっていけばいいんだろうっていう。んだよはい。じゃあ、後藤君。はい。 何すればいいんですか僕たちは。あまた究極の質問。すごいストレートだ。いや、ちょっとよくわからずここにいるみたいな感じな。でも、それでこそ、ともやかもしれない。あそこが選ばれし主役って感じするそうですね。ここにいろって言われてるから、いるって感じ。なるほどね。おいおいね。わかってきますからね。じゃあそこら辺は、次のコーナー。